ど、ど、ど、どんぐりフレームどうも夏目ぐですどうもなるみです僕は映画はずっと見られない座ってられないよ最近さうんそんな夏目さんみたいな人について書いた本があるの知ってる知らない映画を早送りで見る人たち俺じゃんそうそうそうこの映画を早送りで見る人たちっていうさうん新書なんだけどさこれすげえ面白いよへえ見てないけど書いてあることわかるわうん ちなみに、自己紹介的に言うと、僕は、例えば、ネットフリックスにある映画 Look Back、ドント・ルック・バック、2時間の映画、僕、3分ぐらいで見ました。<laughs> どうやってそんな3分で見るんだよ。あの、うん、なんだろう、下のスクロールみたいなので動かせるから、あの、ああ、こんな感じ、はあ、こんな感じ、はい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 。で、3分もかかったかなーぐらい。<laughs> で、ああ、ここちょっと面白そうだな、ちょっと戻して、はいはい。マジでそんな人いるんだね。で映画、僕、そうよ。 本当そういう人について書いてあるのよ、<laughs> この本。しかも僕あれよ、もう今、Chrome 拡張入れてるから、うん、YouTube とかも4倍速までいけるから。<laughs> <laughs> そういう感じよ。4倍速何,何も言ってることはわかんなくないで、しかも JKL に、うん、あの、ボタンを置き、L で15秒先そういうのを危機として語るやつについてこの本は伸びてるんだけど。<laughs> <laughs> いや、でもね、これはやっぱ面白いよ、この本。そもそもさ、うん、映画を早送りで見るのは、 いいのかどうかみたいな。まあそういった感、なんだろう。はいはい、感情の問題もあるじゃん。うん。作り手は絶対嫌だって言うよね。言うよね。うん。それに対してどうなのかってのもあるけど、僕はでもね、あの、映画早送り見るのはいいと思うのよ。うん。別になす,なすめさんみたいに見るのはさ。うん。それはもう自由だからさ。あの、なんか、なんだろうね。僕らの見る側の問題だからさ。そうそう。早送りしてみようが、飛ばしてみようがさ。ただ漫画をパラパラ見ようが、うん。小説とかを。 ざっと読もうがさ結論から見る人とかいるからね。犯人この人なんだそうそう。いろんな楽しみ方あるし、それはまあ全然昔からあることだなと思うんだよね。かつやっぱあの最近映画を早く行って、なんか僕らの子供の頃ってさ、リビングでさ、お父さんお母さんとみんなで見たりしたじゃん、テレビとか映画とかを。そういう時って、当然みんなで見てるから早送りとかしないじゃん。でも今みんな一人一台スマホがあって、自分だけの時間で楽しんでるから。 その自分のなんだろう好みのスピードで見るっていうのはまあ全然起きることだと思うんだよね。うん、そういった環境とか技術の進化によって見るスタイルが変わってそれによって今度コンテンツの中身が変わっちゃうっていうのがこれまでも多分あったことだし、うん、そうやって進化してきたとも言えるからさ僕は結構こういったなんだろう視聴スタイルの変化っていうのは全然ポジティブでさ、うん、映画を早く見る人たちが現れたじゃあ現れたなりに何かできることがあるんじゃないかみたいなうに思うタイプなんで、ね。うん うん、こっちのさあの自分のことを棚に上げ言うとさ、うん、視聴側の人にどうこう言ってもさしょうがないのよだってそういう風にできるツールあるしさあと自分はそっちが楽だと思って見てるからさ、うん、例えばさカセットテープか CD になんて頭の制御になったからさ、うん、サビが前に来たじゃん音楽って、うん、曲ねああいったことって多分映画にも起きる起きるんじゃないかなって気がするんだよね、うん、だから早送りされる前提で作る映画とかさ飛ばされること前提で作る映画とか 多分そういった方に変化してって、そこに対応した人たちが、残ってるヒットするっていうふうになるのがそうだと思う、そうだと思う。文化みたいなものだからさ、こういう変化ってのは楽しむものだなと思うんだよね。うん、なので僕は結構、自分じゃあ映画を早送りするかってっしないんだけど、若い人を中心にそういうのが出てきたっていうのは、これは興味深いなと思う。うん、結構いるよで、僕、すごい最近めっちゃ笑ったのは、うん、僕めちゃくちゃ早送りするんだけど、僕の知り合いが、犬が、 ワイワイ、キャイキャイしてて、かわいい動画を2倍速で見てて、それさ、<laughs> それ意味あんのかなと思ってそれそれ意味あんの、ケケワワワ、ケケワワ、あ、かわいいな、って、それ意味あんのかなっつって <laughs>。それは面白かったね。後ろから見てて、えそれ何見てんの犬っつって <laughs> 2。2倍だ。二倍でいいんだっけあ、これはいかんいかん。自分の価値観が違ったわ、つって。<laughs> なんか、動物とか、アフリカ、アマゾンの動物たちみたいなさ。うん。 あるじゃんドキュメンタあるあるある僕めっちゃ見てる僕あれ登倍で見てるあれは登倍だよね登倍じゃないとさだよあれはあのえっとなぜ早送りするかっていうと概要を知りたいの全体をそうだよねでさ犬が走ってるだけとかさ象がいますみたいな概要はないのよあれもう象がいますで終わりなのよ概要知りたかったら1秒で終わってんだよあのティーを見たいんだよってことはさ 購買で見もその僕の知り合いにとっては犬の人間はマう、ケケンワマンみたいなのは、もう、あの、それでしそれってさ、犬の静止画見りゃいいじゃんってなるよね。そうなんだよね。行き過ぎると静止画になるよね、もうそれは。象の絵とかなるし。なるなるなる。それでいいもんね。それでいいからね。いや、でもね、この早送りとかで映画見るっていうのは、若い人は多いけど、30代、40代のまはもう当たり前になってるらしくてさ、いやこの本に書いてあってちゃんと。 うん、で言うと、僕その本見てないから分かんないけど、うん、僕多分人よりも YouTube むちゃくちゃ見てるのよね。うんうん、で、昔は当倍じゃないと嫌だったんだけど、だんだんだるくなってって、うん、で、だんだん早くなってった結果、もう今、<laughs> 本当に本当に。だからみんな多分ね、うん、なんだろう、10万時間見たら1.25になって。 50万見たら1.5倍になるっていうね、多分段階があって、多分な成美さんもまだ見てないだけだと思う。うだ,ねうん、だからその流れっていうのはさ、どんどん加速するのはあっても、逆にはならないわけだよね、もうね、なない絶対もうこれからみんな早送りする人は増えるし、うん、早送りしてる人はさらに早くすると思うんだよね。うん、だって僕なんて4倍速にしてんだもん。うん。<laughs> その流れ、不可避なのがもう明らかだから、うん、じゃあ僕ら作り手、まあ、僕は別に映画作るわけじゃないけど、なんのコンテンツ作る人はそっち側対応した方がいい、早いんだよね、もうね。 うん、じゃあ2分の1倍速で作ろうみたいなそうそうそう,そう <laughs> だからいろんなことできるわけだからさ、うん、ちょっと面白いねこれはなそうだよねまあこれよく言う話だけど僕例えばなんだろう東海オンエアとかうんあといろんな YouTuber を当倍で聞くとすっげえゆっくり喋ってんなこの人たちってなる夏目 <laughs> <laughs> さんそれさ、うん、普通の人と会話できるの <laughs> 何か何かできてない今だめできてるかな大丈夫だって めちゃめちゃゆっくりるわけでしょ普通の人の普通の話がなんだろうなれなれなれなんだユーチューバー特定のユーチューバーの人とか特定っていうか大体のユーチューバーの人たちはうん2倍速でもう最初からだからあれかもね成美さんと出会った時から成美さんがうん2倍速だったら僕も2倍速で会話できるみたいな,<笑><笑>なんか星新いのさショートショートとかでさユーチューブ2倍速にしてるから人との会話も2倍速にしたくなってさ、うん 人生2倍早く死んじゃったみたいなショートショートがありそうだよねあ。<laughs> ありそうだね。今のもう想像できたわ <laughs>、うん。うん。ちょっとこれ、ゆうこさきさんに書いてほしいね。<laughs> ありそう。2>, 2倍速人生というタイトルでね。はいはい。あー、それあれだな。大丈夫です。早く生まれるからとか。うん。<laughs> あの、なんだろう。スキップすればまた違う人生になるから大丈夫みたいな、なんかそういうオチに持っていけそうだね。<laughs> いいそれで終わってほしいよね。終わっていけるな。いいな、うん。ちょっとこれはゆうこさきさんに。 これ聞いててたら書いいいください <laughs> いやー、映画、なんだろう。映画はマジで無理だな。映画館が結構最悪で。うんスマホ。他のことできない。まあそうだよね。<laughs> どこにも行けない。うん。やることないじゃん。<laughs> いやでもさ、だから、みんながスマホをいじっていい映画館とか作ってもいいと思うんだよね。逆に。うん、そ,うそれっちの方が人が来るんだったらそうやってもいいし。うん。そういった対応すればいいだけなんだよね。そうだよね。なんか、うん。 2.5次元とか、あと、キンプリとかかな声出していい映画で、あったったなんか、絶叫していい映、ね、そうそうそう、せーの、なんとかさま、みたいな。うんうん。だから友達と行って会話してもいい映画館があってもいいと思うしさ。ね。いや、映画館ね、そう。だから、成美さんに、あの、これ見に行きないよ、これ見に行きないよって収録前に何回かいろいろ言われるけど、うん、いやーだ、無理ないよな。だって、僕、映画見るときって、Mac、うん、でディスプレイの上に出しといて、うん。僕、下で、あの、 ポッドキャスト編集ししたりしてるからな <laughs> めちゃすごいな、それも <laughs>。見なくていいよ、もう、それは <laughs>。なんなら、もう一個のディスプレイで、あの <laughs>、スラック開いてるから。いや、マジでね、そういう。YouTube も同時に見てる、多分 <laughs> そういうやつについて書いたんですよ、この本は。でもうちょっとこの本面白くてさ、<うん S 2> 最近の若い人は、やっぱいろんな、損したくないとかさ、<うん S 2> 外れ引きたくないとか、失敗したくないっていう。うん うん、意識が強くなってるとか、あと、やっぱあまりにコスパを重視しすぎるとか、さらに進んで、タイムパフォーマンスっていうらしいね。パーコストじゃなくて。そう、時間あたりに寝られるものがどんだけあるかみたいなものを気にしながら常に行動してるんじゃないかみたいな論評もあったりして、へ<ー>まあこれはそれはそれで、確かにそういう傾向あるのかなみたいに思えるのよ。だからこの本ってちょっと面白かったっすよ。へえ、今買った。うん 自分のことだからこれね <laughs> <laughs> 900円でサクッとね1日で読めるからこれはちょっとおすすめの本で多分売れてると思うので結構ねへえ<ー>これはいいねこの本面白かったね最近読んで面白かった本かななんだろうな僕の心情を言うといくつかあるな映画は見とかなんかそうやってどんぐりとかで喋るから見とかなきゃみたいなやつはネットフリックスとかで早めに早送りで見るそれは概要を知れたらいいからそれやっぱあれだよね 情報としてして摂取たいんだよ、ね、あそう YouTube であのまとめとかがあると一番いいでうんで、うん、あれかなそうだね人と喋るあ見た見たって言いたいじゃんうんうんうんだから見るだから要は概要やっぱ把握したいっていうニーズだからそれは当然早送りでいいよねって思うよねあと早送りでも見ててちょっと感動し始めたら当番になるようん僕は映画はねそもそもそんな数見るわけじゃないからうん ほんとたまにだからたまに見るときぐらいはまあ映画だけ当番で見るけど、うん、まこういうのを本とかでも結構やってんだよね。例えばさ「s l、はい、スラムダンクの試合のシーンとかさ「うん、キングダム」の戦闘シーンとかさ、うん、飛ばすよねパラパラってねあまりに長えなと思って飛ばすじゃんパラパラ、うん、まあ,あれも同じようなもんだと思うし結構いろんな人はやってんじゃないかなと思うけどねすでに無意識にだけど僕これがそんななんか意外な習性ですみたいな風に語られるのがびっくりだわ。 いやだからもう夏目さんは完全にその新しいコンテンツ消費のスタイルに馴染んでんだよね。僕とかはまだ馴染めてないからこの本を見て。へーってなるんだ。そういう人いるんだ本当と思ったら今目の前にいるっていう本当、ね、<laughs> <laughs> そここういうふうそういうことが書かれていてさ。あ、そうなんだ。うん、だってわかるじゃん。<laughs> それってやっぱ作品を鑑賞してんじゃなくて コンテンテツを消費してててるんじゃないいいかっっう,うに書た作品とコンテンツってちょっとニュアンスがやってくるし鑑賞、うん、すると消費するのもちょっとニュアンスが違うじゃんなるほどねそれは確かに言葉遣いの違いだけど言い当ててるなという気もするよねうん、うん、ただ今後コンテンツ消費っていう流れは止められないものではあるなとも思ったどうなってもねこれやっぱスマホの影響がとても大きいと思うけど、うん、だったらそこに乗っかっちゃった方がいいんじゃねっていう気もするそうだよなけどあれよゲーム実況とか1時間半の見るよ 当倍,倍じゃないけどゲーム実況とかの1.5倍とかであの 2>,、うん、2時間ぐらい見たりするよいや当倍でも見るななんだろうそれだってゲーム実況とかは概要も何にもないからなやっぱそういうのは見るのかも中身のないものは当倍で見るってことかそうだねあのゾウがいますみたいな <laughs> ナショナルジオグラフィックみたいなのはおゾウだーって見てるそうするとあれなのかな映画の中にずっとゾウ出しとくかかね <laughs> 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 そしたら見るかななんか違う気がするけど右下のワイプで物語進めとくそれ右このワイプいらねえなってならない <laughs> それ映画の中に右下のワイプにずっとゾウがいるっていうすごいそうするとみんな早送りしませんっつって <laughs> そうそう,そう,そうなんか解決策間違ってんな絶対これと <laughs> か早送りすると映画の本編は早く回るんだけど実はもう一個のストーリーが当倍で見えてくるみたいな はい,はい、いや僕もねそうそう僕もねさっき成美さんのその早送りの話聞いたときにそう思った、うん、もしネットフリックスとかで早送りをんだろうキャッチできてるとしたらコンテンツで分岐させてうん、うん、早送りの人たちはこっちのバージョンで見せてそうそうそう早送りで見ると犯人が分かっちゃうとかねそう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 いった仕組みに2回見せるとかもありじゃんうんでこれ僕が完全にターゲットというか早送りする人なので言うと、うん、犯人分かってさ でその謎解きが面白そうだったら、うん、伏線がめっちゃありそうだったら戻ってみるよ多分そっちから見たいんだよな当倍早送り2倍速3倍速とかで、うん、ちょっとずつ見え方変わってでもストーリー楽しめるみたいになったらさ、うん、普通にやってみたいよねやってみたいそうそうなんかね今時って結構ネタバレがダメだみたいに言うじゃんうん僕結構よっぽどじゃない限りほとんどの作品別に「シン・ウルトラマン」とか別に「オートタクシ」ーもそうだけどなんかまあオートタクシーはダメだな なんか、うん、いいのと悪いのがあって大体のは別に僕むしろ知ってた方が見るんだけど答え合わせの方が見るいやでもそういう人についても触れられてましたね本当に <laughs>、うん、そういう人多いんだってもう最初に知っていたいとそうそうなんかさ新しい草どうなんだろうそわそわみたいなのしてる時間もったいないからさもう知っといた方が見れて楽だわうん、うん、教えてほしい先に <laughs> 犯人なんか2倍速で見てうん 遠倍で見て仕掛けが荒れたらちょっといいよね,ねそれはマジでありだしなんかそういうオリジナル作品をねトウリュ作ってもいいと思うんだよねうんうんうんそしたら結構ヒットすんじゃんと思うしこれから新しい人を文化に引きずり込んでさ、うん、それはそれで面白いよねいつかみんなそうなんだからさなるなるだから例えばさ大昔で言うと「木更津キャッツアイ」というのがあってうんあれって画期的で裏表みたいな感じであ,あれすごい面白かったよねで例えばそういうことでよくてうん早送られてもあの ある一定の例えば僕がじゃあ金田一少年の事件簿を早送りしてたとしても犯人は誰誰だって言ってるところは多分ちょっと見るのよちゃんとで推理のところは今まで2倍速だったけど1.25ぐらいに抑えるのよ <laughs> それでもちょっと早いんだうんかま1.5ぐらいにするのよ、うん、でそこでの内容が面白ければ僕戻って見るも,んもう1回だから キ,サラズキャッツアイだと番組上でキルルルルって戻ってたのが勝手に戻,せる,よう戻るようにユーザーが戻ってくれるからだからなんかそういう仕掛けにしといたらいいよねあの戻るならこっからだよみたいな何 <laughs> かそういうブックマークつけてくるとかねそういうのできてもいいよねそうなのよなんだろうなでも当倍で見るのは別に見るんだけどなでも象とかそういうのだな魚とかだな 1.25が通常、まあ通常1.5でちゃんと見たいのが1.25で、どうでもいいのが2倍速みたいな感じかな、僕は。大の大冒険とかを見るときは1.5か1.25ぐらいかな。1.5かな。まあ映画って言うと割とまだやったことない人もいるかもしれないけど、例えばね。リュウジのバズレシピ見るとき別に当倍で見なくない見なくてもいいし、例えばなんだろう。出だしが長い、前奏が長い曲はちょっと飛ばしたりするじゃん。ラブファントムの話してましラブファントムの話。<laughs> あれはなんかちょっと早くしてもいいじゃん、あの辺は。<laughs> <laughs> 見たいことはみんなやってるわけだからさ、遅かれ早かれだなって思うよね、そう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 、うん、多分そうやってぽにょぽにょ言ってる人たちは、まだあなたたちは映像を摂取する量が少ないのよ、そう,そうなのよ、多分オールドタイプなんで単純に、うんた、新しい消費スタイルに慣れてないっていうか、踏み切れてない人たちなだけだって、いずれ絶対そうなるのが秋だからからもう、うん、なんだろう、不可逆だと思うから、そうだよね、だって僕、1週間で全然10時間、20時間ぐらい、YouTube 見てんのよ、まあそうだよね、そ,それを東映で見てられないでしょ。うん しかもさ、YouTube の動画これからも増えるしさ、うん、Netflix とか映画の。 新作はどんどんんそうなのよ。これからもっともっと人の時間なくなるの、ね、よ、相対的に。そう、でさ、24時間がさ、あの固定だとしたらさ、うんで、情報量増えてんでしょ<う>で、それをさ、摂取する速度増えるのはそりゃそうじゃないそれそうなの消費する速度これ自然の摂理だから、うん、映画を早くで見るのがいかがなものかとか言ってる場合じゃなくて、みんな見ますっていうのはもう決定事項だなと思うね。あとさ、これ、多分僕知らず知らずに鍛えられたわ。だんだん1.25で、だんだん1.5で。僕だって2倍で普通に よくさ、うん、そんなんで見えんのって言うけどさ見えるもん見えるんだ見える見える見てるもんいやなんかね深津さんいるじゃんノートの CXO の、うん、深津さんがすげえ面白いこと言っててさ 2>,、うん、2倍速で映画を見る人ってあれって情報をすっ飛ばして見てるわけじゃなくて2倍速で圧縮してインプットしといて脳の中でちゃんと解答されて当倍になってんじゃないみたいな話をしたんだよね、うん うん。でもそれは確かにそうなのかもしれないかと思うん、ね。ジップ。そうそう、ジップファイルと一緒。二 <laughs> 倍で目で摂取して、脳で解釈するときには、ちゃんと等倍になってる。なんていうそれをさ、なんかさ。うん、あの、ちゃんとフォルダで。 保存しなきゃみたいな容量いっぱい食ってる人たちに言われてもさ。<う>てかその人たちはさそこのフォルダにさ23個しか入ってないかもしんないけどさ、うん、だって僕なんてさじゃあさヒカキン見てさフィッシャーズ見て東海オンエア見てさ <laughs> リュウジのバズレシピ見てさで板橋ハウスが更新されてさクイズノック更新されてクイズノックの変。 みたいな、えっと。マシな時間過ごせ。<laughs> で、ネットフリックスでさ、像見たりとかしてたらさ。<laughs> うんうん、まあね。ただまあ、ナスメさんは、うん、目で2倍速を感知して、脳で等倍で解釈できるような、 あの圧縮回答システムをもう身ににつけけたわけよ確かにねだからさ僕さあの最近もじゃあパオちゃんの,あのリアルイベント行ったみたいな話を人とできるしさ <laughs> あの東海オンエアの話できるしそうそう,そ,うその時に僕の脳内にはシン・ウロラマ1回分しかないわけよそうだよねうんそれはどっちがいいかっつったら多分夏目さんのスタイルがいいと思うよ、うん、っていうかみんながあいずれそうなると思うのよなるなるで今その狭間の時期だからこんな本が出るこの話題が出たってことだよねへえ<ー>この本が言ってることはすごいなんだろうけしからんとか言うんじゃなくて今それ そういうい状況起きてますよっていうのをちゃんと丁寧に取材して解き明かしてて本って感じかな、えー、全然僕それがびっくり視聴スタイルですなるイメージないよだってもう僕の周り結構そうようんまあそうだろうねうん結構そうだから実際さそうなってないとさあの YouTube とか YouTuber たくさんいるのにさみんなの再生数があんないかないわけじゃん みんなの再生数あんなに言ってるってことは一人一人の量が増えてるし量増えるとのは速度が増えてるのよだから5分のやつを1分で見てる人たちがいるのよそう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 だから100万再生みたいなたくさんあるわけだよね足し合わせたら多分人の数と超えてる超えてるね超えてるわけじゃんだって TikTok とかなんてめちゃくちゃ早いよそういう速度にそう今後さ2倍速で見るのがもう絶対当たり前になって映画を10倍で見る人っていうのは 貴族だみたいに言われるんじゃないの、うん、わーすごい映画を普通の倍当売で見るほど時間があるってすごいですねいやもうあれでしょ <laughs> 僕の感覚だとあれよ大阪まで行くのに鈍行で行く人よえ新幹線で行けばよくないみたいな例えば趣味でレコードを買う人みたいなうんそうそうだから趣味でさあのそういう人だよね青春18切符を40代で乗る人みたいなさああそういう鈍行が好きなんだってそういう新しいレジャーになると思うんだよねいやゆっくり一駅一駅行くのが、うん、景色が見えていいんだよねって でも「スター・ウォーズ」をここを当倍で見るとやっぱ全然違いましたよみたいなねへえみたいな話になるんじゃないの<ー>すごい変わった人の趣味なんじゃない映画を当倍で見るっていうのがへえ確かにねでもこれなんか面白いのはうん 当倍にするのと早送りにするのと結構ねアニメだからみたいな流度じゃない例えばサマーウォーズとか僕1.25ぐらいでは見たいもん1.25が, <laughs> がデフォルトなんだけどか、うんけどいや1.25がデフォルトなんだけどうんデフォルトで見たいんだそうもののけとかも見たいもんちゃんともの、うん、のけとかはなんなら別に当倍でもいいかなって思うえでもあのさ 獅子神様が変身するシーンとかさ、倍速にした,くしたくなんないの、うん、いや、だいぶゆっくり変身するじゃん。それはあれかな、多分事前にもののけを知ってるから、うん、当番になっちゃうかもしれない。今から知ってるんだったら、もしかしたら早送りかもね。うん、面白い。面白いし、ちょっとこの本、面白そうなので、買ってみたいと思います。この本、僕、読んだと思ったでしょ。うん、読んでないんだよね。<laughs> <laughs> 序文と目次だけで、だいたいことわかるじゃん。なので、僕自身もこの本をファスト消費できるわけよ。 でも結構ね面白いのが目次があるんだけど、うん、目次読んんででるだけでいや中身は分かんのよもちろん読まないと分かんないこともあると思うんだけど僕が今喋ってるのは俺は全部目次に書いたんだよね実はこの本ね序文と目次読むだけでめちゃめちゃ面白いない成美さんが早送りで見てんじゃんそうそう俺もこの本を早送りで消費しちゃったわけだけどでもそれでも興味を引かれるような内容があってすごい枯れてて、うん、いずれまた時間ある時に全部読もうと思ったけど興味ある人は是非早送りで見てみてください